東京都交通局7000系電車函館市、交通局線系電車函館市交通局線軽系電車は、1970年から2010年まで、函館市交通局に在籍した路面電車である。1970年に二軸単車300系の置き換えのため、東京都電7000系重量を譲り受け、整備して線型として収益した。 都電からの車両導入は、1934年に、函館大火被災後、車両補充として、木造二軸単車1型を35両を購入し、200型として収益させて以来であった。譲渡された当初は、ワンマン化改造は行われず、塗装も、クリーム色に、円次体の都電時代の姿のままツーマンカーとして、運用を開始した。 上渡翌年の1971年にはワンマン化改造が実施され、全面の窓割り変更、終電装置の Z 型パンタグラフ化などの初改造が行われた。同時に、車体塗装もと電色から函館市電の標準色に塗り替えられている。搭載されていた電動発電機の不調、路線縮小に伴う余剰や保守部品確保のため、 1985年までに3両を除き廃車となり、最後まで残った1006号も2010年3月に廃車となり形式消滅した。1955年に都電7000系の二次車として20両が日本車両を製造、日本車両東京支店、東急車両、日立製作所で製造された。制御方式は一次車と同じ直接制御ではなく、間接制御が採用された。 また、制御機の電源として、電動発電機が搭載されていたが、そのメーカーは20両と、少数ながら、東芝、日立製作所、東洋電機の3社のものが採用されるなど、本グループは、制御方式と合わせて試作的要素が強いものであった。主電動機は、当初出力5 2ットの ND52 が搭載されていたが、 あとに7500型と同じ出力6 0ットの NE60 に転換されている。都電の路線縮小と前述の試作的要素の強さから1970年1月20両が廃車となり、全車が函館市交通局に譲渡された。1両あたりの車両価格は45万円。北海道への輸送は品川埠頭より貨物線で行われ、 7032.70387039.7042号が3407036.7040号が幸い久し丸7033.70347037.7041号が朝香丸で回路都道した。線形線1から1010号として上都翌月の1970年3月より運行を開始した。 本形式の定員96名は、上渡当時函館市電で最大であった。1971年3月には、函館市電のワンマン化計画により、1010 10号を除く全車にワンマン化改造が施行されている。改造では、ワンマン機器設置のほか、終電装置がビューゲルから Z 型パンタグラフに交換され、前面窓配置も H ゴム固定の非対象。 変速2枚窓となった。塗色も上半部アイボリー、下半部アイスランドグリーンの函館市電の当時の標準色に変更された。同年10月には全車に対して暖房装置が取り付けられた。1971年8月2 0 1号が1973年10月には4両が MG の不調を理由に廃車となった。 度重なる MGE の不調や高速走行時の横揺れが問題となり、1985年まで指定留置車として駒場車庫に長期間留置された。この間路線縮小による余乗車と予備部品確保のため、1979年3月に1004号、1985年5月に1005号が廃車となった。このうち1005号は、 廃車の際に1007号と車番を交換している。1985年にしてルーチ車から解除された3両は運用復帰後、広告車両として活躍した。1989年時点では在来車と比較して主電動機出力が高く、下り勾配区間で抵抗機を痛める恐れがあることから原則として急勾配が続く谷地等 高来町に入らない運用に用いられていた。都電職になった1007号1007号は、1993年に、函館都電クラブが中心となり、東京都電時代の塗装へと塗り替えられた。2000年12月から、しばらくの間、函館クリスマスファンタジー関連の塗装に変更されたものの、期間終了後に、都電職に再復元され、廃車となるまで都電職で運行された。 2007年3月に老朽化のため1 0 7 1 0 0 8号が廃車となった。最後まで残った1006号は2009年に都電時代の塗装へと塗り替えられたが、2010年3月に9 6 0 0系9 6 0 2号と入れ替わる形で廃車となり、形式消滅した。1006号が廃車後も駒場車庫で保管されていたが、鉄道ファンらから保存を望む声があり、 2013年3月に、函館楽農校舎が、パンタグラフや台車部分を除く、車体部分のみを一般競争入札で売却した。そして、アイス118駐車場に保存され、2015年頃に、台車もついたが、塗装の塗り替え等は行われず、錆が目立っていた。そして2019年頃に解体、撤去された。また、1985年に廃車となった1005号の、 運転台カットボディが、駒場車庫内に保存されていた。a b c d e f g h i j k l m 三電線九百九十四 p 八十九 a b c 三電線九百九十四 p 八十七 ABCD 車両年間二千十 p 二百十二 ABCDEFGHI 早川二千 p 百七十一道電ガイド、 P374 AB 自伝ガイド P375 AB 自伝ガイド P45 ABCDEF 千九1976 P58 ABCDEF GHIJKLMN o p q r 3九百9 9 4 P88 エモト1995 P59 ABCDE 3九百9 9 4 P82、三田1994、P84、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、横山1989、P173、ABC 車両年間2007、P212、引退の函館市電オークションに55年生、都電から、天津朝日新聞デジタル2013年3月4日、配信。 2017年5月19日閲覧。早川 2011P163 引退の函館市電オークションに55年生、都電から、天津朝日新聞デジタル2013年3月4日、配信。2017年5月19日閲覧。ありがとうございます。